プチ警戒状態。あれ、これは誰だ。結構明るいな。パスパスやっていくか。あ、避けた。え、今のは狙って避けた。戦闘じゃあ、じゃあ焼夷弾があるぞ。おーっと、燃えろ燃えろ。じゃあステルスばっかなのもうんざりなんじゃ。火炎瓶消毒。よし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 、いいぞ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 。あ、それから全然使ってなかったグレネードも。おお、いいね。ちょっと起爆早いな。これ自分が燃えちゃいそう。言わんこっちゃない。全員やった。焼夷弾を使い切ってしまったから、ノーマルの弾に切り替え。あ、あそこにいるぞ。OK。 こいつらろくに弾持ってないんだよな。まだ手に入れてないアタッチメントがちらほらあったみたいだ。いた。サプレッサーがついてる意味まるでないな。どこにいる。出てこない。結構広いな。これを全くバレずに行けってのはなかなか無理な話だな。手助けをありがとう。だがあまり目立たない方がいい。まだ船の方を撃ってる敵はいる。もうなんとかなるか。よし、喋り声がする。あ、バレてる？クリム。部下を過大評価しすぎじゃないか？残念だったな。ああ、そうす。あいつがただじゃおかねえ。だがまずはお前の相手をしてやろう。マグリードも解き放て。なーに？その機械こそ持ってこい。新しい灰皿がいる。灰皿って悪趣味だね。くれ。あ、避けんな。で、ファグリーに悪党もやってくれ。ひょっとしてこれは勘弁してくれよ。ファグリーも意外と硬いんだよな。おっ、物投げてくんな。弾が減ってきてる。わ、なんか色が嫌なバグリー。よしよしよし、バグリーにもいろいろ性格があんのかね。全然こっちに攻めてこないバグリーもいるし。死んだ。いた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 。さて、どこにいる？クリム。
もはや隠密する意味はないかな。あ、作業台。ありがてえ。一旦整えよう。これはスナイピングスポットだったりする？するな。も、え？よし。え、今の当たってたよね、一発目。ここからスパスパやっちゃおう。やれ、あいつを撃ち殺せ。これ眩しいから撃っちゃおう。マガジンがちょっとでかくなった。あっ、つえー。あっと、どこにいる？あ、そこか。別。あーとは結構いるぞ。警報鳴っとる。待って、なんか迫撃弾かなんか撃ってきてる。よし。お、なんだなんだなんだ。これは先に進んだ方が良さそう。よし。ここに来たのが間違いだったな。クリムはあそこかな。わ、まだいる。結構いる。そのためのドラム缶。いてててて。ほんのちょっと焼夷弾を作ってきたから。あ、本当にほんのちょっとだった。先に焼夷弾使っちゃうか。大事に大事に大事に。これどんどんこの船を渡っていくっきゃねえ。ってか、お前ら何してんだ。奴はあそこだ。撃て、撃ち殺すんだ。しゆっくり進んで。火葬。奴は仕留めろ。撃ち殺すんだ。弾切り替えて。どんどん湧いてくるな。まだ火炎、あ、火炎瓶なかった。意外と当たるな。 OK OK。敵からこのドラム缶？ドラム缶ではないのか？燃料缶か？これ撃ってきたりしない。ん？あれは殺せ、この役立たずどもが。敵が乗ってる船だよな。やつを殺したら俺の右腕につけやる。当たらん。OK。ちょっと下がろう。見にくいな、敵が。どっから撃ってきた？もういない？よし。仕留めろ、アメリカンドッグにしてやる。誰がアメリカンドッグじゃ。せっかくだからドラムカウント。よし。ほんとね、この FPS あるある、敵の近くに大体置いてあるドラム缶。クリムさん、ここですか？クリム、お前どんだけタフなんだよ。ここにいるな。
セブ突撃。人は中から撃ってきてる。獣だ。だが犯罪者として裁いてやる。俺の地元なら反逆は縛り首だ。こちらサム、非常事態を収集した。サム、奴らがハッチをこじ開けてる。ゲートを開けないとおしまいだ。部下に降伏するよう命じるんだ。ふざけんな、アメコが。サプライズだ、このクソタレが。このクソ。ズタボロにしてやる。おら。潜水艦に置いてかれる。待ってろよ。くそ、潜水艦め。え、置いてく？そんなまさか。サム、時間だ。奴らは制御室に閉じ込めた。腹を決めるんだ。どうする？サム、どういうことだ？連れて、早く。ああ、どうする？入れたら帰れなくなる。壊すんだ。イライラしよう。ダメだ。まだ。どうしよう。いや、限界だ。押すね。
この20年、俺はすべきことに尽力した。世界を守るため。キャプテンはその身を挺して、新たな核戦争の危機を封じてくれたんだ。引き金を引かなければ故郷に帰れていただろう。だが、その代償は。諦めてたまるか。帰ってみせるさ。いずれな。最後の銃声は、あ、終わった。あれ、音楽がない。今のは、あ、バッドエンドバッドエンドなのか。新たな核戦争の危機って言ったってね。別にあれでトムが核戦争を追っ始めるとか、そんなこと知る由もないし、わかんないし、バッドエンドだろうな、きっと。2つの選択肢のうちの片方、アメリカ国旗になってたからな。よし、もう一つのエンディングも見てみよう。しません。すまないエド、俺にはできなかった。俺はモスクワでよそ者だった。ここじゃよそ者の上、友すらいない。トムは手を差し伸べてくれた。その手がボタンを押せると思うか。もはや核戦争は起こらない。旧世界はすでに死んだんだ。死体を二度撃ちしても何も変わりはしない。俺には故郷への切符が必要なんだ。俺が代金を支払うわけでもない。親父との再会が最後の希望なんだ。ずっと夢見てきた。何年もな。
終わった。途中燃えていた船は多分キャプテンの船だね。でまあとりあえず無事にアメリカに着きましたと。サムは親父と再会できたかどうかまでは分かってないけど、果たしてこれはグッドエンドか。おそらくはグッドエンドだね。最終目的のアメリカには到達してるんだから、このエンディングロールで何にも曲がかかんないのがなんか不気味なんだけど、ではじゃあメトロエクソダス DLC 第2弾サムの物語は、両エンド見たということで今回で終了です。DLC は今後は何か新しいのが出るとかは現状予告されてないので、多分もう出ないんじゃないかな。まあもしもまた3弾4弾が急に告知されたりしたらまたやっていきたいと思います。もちろん本編の方おそらく新作も出ると思うんで、新作が出たらまあそれも遊んでいきたいと思います。それじゃあサムの物語は今回までで、はい、ご視聴ありがとうございました。